が経過しましたが、両チーム意識し合ってますか、かなり。もちろんね、ただ今のところこの2人はもう力比べだけですね、意識してるのはね。ああそうですね、スミスとそれからダグファーラスとあります。ショルダータックル一歩も引きません。なかなか高橋さんタッチしようとしないですね。そうですね、どっちかね、自分が優位に立ったらタッチしたいと思ってるんですよね。なるほどね、その辺はレッサー心理かもしれません。おっと今のスミスのタッチは馬場さん諦めたんでしょう。諦めたんですか、そうですか。こっちもタッチしましたね。あ、そうですね、これでお会いということになりました。楽しいプロレスです。そして激しいプロレスです。全日本プロレスのリング上、さあ今度はスピードのスリリングな戦い。エルボー、ダニークラマットのエルボー、弾丸寺の面目役所。さあ飛ぶのを狙っている、飛ぶか飛ぶか。さあ、あっと飛んでプランチャー。武井さん、力だけではない、それからスピードだけではない、あらゆるものが凝縮されています。さあ高速ブレンバサラ、もうファンは知っています、ファンは知っています。切り返しましたね、切り返していきました。あー、ダニー・クラマットを投げ切りました、キッド。さあ今度はリング上だ。さあキッドのものすごいダッシュをつけてのラリアット。高橋さん、表情だけでなくなんかパワーアップもしたようですね。しかしですね、今のラリアットにしてまずカミソリのようなラリアットですよね。そうですね、馬場さん、それから見るんですが、体はそれほどみんなヘビー級、超ヘビー級ほど大きくない、しかし大きく見えますね。そうですね、やっぱりね、彼らはその大きな人たちと 対戦してきたわけですからね、はい、それに対抗してですね、互角の勝負をしてきたわけですからね。そうですよね、ニューヨークで本当にもうトリプルヘッダー、つまり1日に3試合もこなす、そういう激しい戦いをしてきましたキッド・スミス。もちろん超ヘビー級とも試合をしてまいりました、そういう下地があります。さあしかし身は軽いんです。そのままスミス持ち上げた、しかしトンボを切った、そのままサイドキック、ダニー・クラファットであります。そしておーっとボンキーフリップをスクッと取ったスミス、テクニックでも互角であります。大喜びの後楽園ホール、超満員のお客様。馬場さん、キッド・スミス、ブリティッシュ・ブルドッグス対、マレンコ兄弟の試合の時にも、こんなような意地の試合だったんですよね。そうですね、ですけど、マレンコはちょっと小さかったですからね、はい、割と同情が、ね、多かったんですが、はい、どうでしょう、馬場さん、この試合を見て、川田、冬木、フットルースあたりもこううずうずしてるんじゃないですかね。そうですね、この、ね、瞬発力、ね、こういうのが日本人に欲しいんですよね。なるほどね。さあその瞬発力を生かすリープフロッグ、またいだ、地に伏せた、ドロップキックがあるぞ、余裕を持ってここで打った、バク宙ドロップキック、名人技であります。空飛ぶヘラクレス、空飛ぶ怪力世界一、今度はリフトアップだ、先に上げましたね。スミスの丘も奪った、あのゴディも上げた、ハンセンも上げた、天竜も上げた、そのリフトアップ今ダウンであります。トンボを切りました、タックルだ、おっと今度は逆に、今度は逆にスミスがボディリフトを返した、そしてこれをダウンします。竹内さん、ここからのおっと今度はトンボを切った、またに意地ですね。そうですね、同じことをやっています、意地が交錯しております。そしてこれタッチ、本当素晴らしい試合ですね。素晴らしい試合ですね、アナウンスがいらないかもしれません。さあ今度は腕を取ってテクニックに持っていきます、ダイナマイトキッドであります。まあ、この3月4月とこっちの治療、それからまあ母国イギリスに帰りまして、十分に充電をしてまいりました、ダイナマイトキッドであります。そしてスミスの方は風格が出てまいりました。馬場さん、今北原選手がカナダで修行、このキッドに今世話になってるんですか。そうですね、この人たちと同じテアトリーで働いています。ああそうですか、フィストドラップです、キッド。北原からは連絡ありますか。はい、まあ元気でやってる。ああそうですか、このキッドとも戦いたい、このように北原はカナダに飛び立ったわけでありますが、さあそのキッドのミサイルキックであります。カナダのカルガリーから飛来しましたこのキッド・スミスであります。北原も頑張っている、そういう馬場さんのお話です。さあ今度はスミスに受け継がれました、キッドからスミスであります。風格が出てまいりましたスミス。この竹内さん、ロックンロールとも確かカンサスで、キッド・スミスは30分の大激闘もやりました。やりましたね、まあ、この辺タッグマッチ、横一戦、まあ、この三冠統一戦と同じく本当に紙一重なのかもしれませんね。あの世界タッグ戦線とは別にですね、このクラスも非常に格闘やってますね。ニールキックだ、
クラフマットのニールキック。武さん、このキッド・スミスにないこの飛び道具ってのを出していきますね。それってやっぱり蹴り技ですよね。さあこれしかしこれを取ったニークラッシャー必殺撃スミスです。相手の攻撃をよく読んでおります、見ております。キッド・スミスであります。まあ、今竹内さんから世界タッグのお話がありましたが、馬場さんどうでしょうか、このキッド・スミスあたり。やっぱりこの勝者がね、その可能性ありますね。資格は十分にありますか。そうですか、はは、まあ、5番勝負竹内さん、まあ、第一戦が勝った方が有利なのには決まっているわけなんですけれども、いやなかなかこれ決着つかないかもしれませんね。そうですね、正面からのリアット、ダグルファーラス、この積極性素晴らしい。さあ今度はスミスが出てまいりました。そしてクロバットの足を取りに行きます。力だけではありません、両チームともテクニックがあります。さあ釣り天井に行くか、ロメロスペシャルに行くか、お客さんの声援を確かめるようにして、そして自分の間合いを確かめるようにして、さあ右腕を取った、左腕を取った。さあこれで超ヘビー級のレスラーを何人も苦しめてきた。さあクロバットも高く高く上げた、釣り天井ロメロスペシャルであります。見事な人間今日描いております、弓の字になりました。見事な攻防であります。さあスタミナ的にはどうでしょうか、どちらが優勢か、一進一退の攻防と申し上げてよろしいでしょう。さあもう一回ドロップキックの連発、馬場さん、こういうものはどうでしょうか、2回でも3回でも出してってもいいわけでしょ。そうですね、まあ、一発じゃね、ちょっと効きませんね。あ、なるほど、馬場さんどうでしょうか、このダグファーナスドロップキックという武器もありますが、この怪力をもっと生かすにはどうしていったらいいですか。もっとやっぱり大きな技をね、叩きつける技が必要ですね。叩きつける技、はは、なるほど。その他この課題ってのはこのファーナスあるいはクロファットに見つけられますか。いや課題はそれはいっぱいありますよ、いっぱいありますけどね、もうこれ以上その、はい、体重が増えてもね動き悪くなりますし、はい、そうですね、身長が高くなる可能性ないんですからね、はい、そうしますとスープレックスリー、そういうことになりますかね、竹内さん。そうですね、はい、さあその今あっとクラファットが飛び込んで、しかしこれは返します、危ない、おっと返した、返しました、返しました。竹内さん何でもできるだけにね、そうですね、これはもう息をつく暇がありません。さあスミスから今度はキッドだ。さあ今日はどういうガッタイプレーを見せてくれるのか。さあさあどうだ、今度はおっとキッドがトップロープいきますね、トップロープだ、なだれ式だ、ブレンバスター、トップロープだ、これが豪快、しかしキッドもちょっとバランスを崩したぞ、これは危ない、脳天を打った、脳天を打ったぞ、これはどうだ、キッドのダメージの方が大きいか、しかしおっとおっとクロファットの方も伸びている、これはねキッドの方が受け身を取りにくいですからね、ちょっとトップロープ滑ったかもしれませんね、馬場さん。そうですね、ちょっと変な落ち方をしました。いつもですと高橋さんセカンドロープからなんですが、トップロープでしたね、強引に持ってったんですけどね、ちょっとそれが裏目に出ましたね、はい、さあその間にスミス、そしてダグファーナスであります。まずは試合が落ち着きました、トーホールドに決めておりますダグファーナスです。こういう関節技も出してくるようになりました、いろいろなことができます。これがダグファーナスです。キッドのちょっとダメージが心配です。今エプロンにはキッドの姿は、ちょっと首を振っております。青コーナーであります、ダイナマイトキッド、そしておっとクロファットの方は、クロファットの方はサソリー固めか、いやテキサスクローバーズホールド、四つ葉固めであります。しかしこれは不完成、これは不完成であります。さあ汗が下で落ちます。これがスミスの表情です、スミスの表情。高橋さん、この外人同士の戦いでこれだけお客さんが来るんですからね、素晴らしいですね。ましてこの試合がですね、このシリーズあと4戦見れるということはですね、本当ファンにビッグなプレゼントですね。そうですね、このキッド・スミスでありますが、キッドは来週放送の愛知大会中野とシングルマッチ、そして、デイビーボーイ・スミスはジョニー・スミスと組んでフットルースと対戦であります。なおクロファット・ファーナスは高野・高木と対戦、このカードを中心に来週の愛知県大会お送りしてまいります。さあ息のいい若者が集まっているリング上、そして全日本プロレス、今度は膝十字に入りました。馬場さん、この短期間なんですけれども、まあ、初来日からやはりかなり成長していると見てよろしいですか。そうですね、ですからね、日本の選手、日本人選手の技なんかもよく勉強してますよね。あ、なるほど、そういう点でね、非常に勉強してるんですよ彼らはね。よく人の試合見ているようです ね、 ね、練習もねよく見てますよ、はい、あ、練習から見てるんですか、うん、ははよく竹内さん、この外人勢がこのリング上を占拠してね、あっとジャーマンだ、ジャーマンだ、
ン、早い仕掛けでしたね。かろうじて、しかしキットも竹内さん、蘇ったようですね。さあ今度は十字架固め、十字架固め、スミス足でことをやるカウント中で返した。さあ15分経過、ここからはテクニックの応酬になるか、大技の応酬になるか。さあ膝十字にもう一回、いやアキレス腱固めに入りました、アキレス腱固めに入りました。スミスではあります、いやダニークロバットであります。それをキッドがカットしております。さあ早いつなぎになりました、両チームです。キッドと再び、ダグファーナスがやり合います。さあちょっとおっと体を入れ替えましたキッド。さあまた高速のラリアットか。さあおっとこの逆にいいラリアット、逆にラリアットであります。ダグファーナスフロントスラプレックス、早いカウント2。影さんキッドのブレンバースタート、今のフロントスープレックス、ダグファーナス、どっちが速かったですか。落ち着けやさいですね、どちらも速いですね。今の方が受け身取りにくいんですよね。フロントですもんね。なるほど。さあ今度はダグファーナスがそのまま投げ技を打って、そのまま追いかぶさる。カウント2であります。なかなか両選手とも、両チームとも維持、カウント3を奪うまでには至っておりません。さあ今度はダグファーナスが何を狙っている。セカンドロープに今足がかかった、そしてトップロープだ。さあ人間爆弾か。さあダイビングボディープレス、距離は十分にある。あっとスミス返しました。カウント2です。こうなりますと、さっき馬場さんのお話、叩きつける技というものがどれだけ出るか、そういう展開になってくるか。ダブルのショルダータックル、合体殺法。ダグファーナスとそしてダニー・クロファット、合体殺法を出してまいりました。竹内さん、やはり合体殺法になりますと、ちょっとキッド・スミスのがインパクトありますかね。これは上でしょうね。さあ WWF ニューヨークの元チャンピオン、しかしこれは見ていた、距離はドットのヘッドバット、よくかわした。竹内さん、このキッドのヘッドバットというのは実に正確なんですよね。それは外されましたね。アブラームスーパー、そのままパイルドライバーに持っていった。あのタイガーマスクがやるパイガードライバーだ。タイガーマスクのタイガードライバー、馬場さんこの辺ですね。そうですね、よく研究しています。頭が下がります。さあ場外転落だ。さあこれを追いかけるか、深追いはしません。今ダイナマイトキッドが場外であります。キッド頭を振っています。さあこの辺は意地が交錯、サイドキック中に上げません。竹内さん、キッドのファイトも厳しいんですが、いや前回の来日よりファイト内容が厳しくなりましたね。そうですね、今日はちょっと攻め込まれている部分もありますね。さあブレンバスターを切り返して、バーを足でフックしている。意地が交錯、さあ技が交錯、さあやっとジャーマン打てるか。キッドが今度は逆に回った。さあそしてバックドロップ、形が悪いがそのままホールドに持っていってカーンと3。最後はバックドロップ固めといいますか、ジャーマン固めといいますか、意地固めといいますか。竹内さん、まさに意地で固めた。そうですね、試合でしたね。形としてはバックドロップからの体固めでしたね。なるほどね。今ブルビッシュブルダックスキット、そしてスミス、両選手のブルダックスブルダックスの両手が挙げられました。ババさん、非常に中身の濃い試合でしたね。そうですね、ちょっとね、ファーナスとクロファットがですね、攻めてる間間がちょっと長すぎたんですよね。ですから相手が考える時間が十分ありましたですね。それがやっぱり敗因でしょうね。もう少し短期的にポンポンポンといきたかった。そうですね、はい。そのあたり、まあ、今日は第1戦、この後第5戦までありますが、この今花道を引けますキッド・スミスと対戦いたしまして、竹内さん、一つ一つ覚えているでしょうね。おそらくですね、ファーナス・クロファットはこの2戦目にですね、また別の作戦でかけてくるでしょうね。そうでしょうね。17分51秒、発表は、ジャーマン・スープレックス・ソードであります。ダイナマイト・キッド・デイビー・ボーイ・スミス、ブリティッシュ・ブルドックスが第1戦、このダグ・ファーナス・ダニー・クロファット、フライング・ハーキュリーズを打ち破った一戦でございます。そうですね、身長が高くなる可能性ないんですからね、はい。そうしますとスープレックスで、そういうことになりますかね、竹内さん。そうですね、はい。さあその今、あっとクロファットが飛び込んで、しかしこれは返します、危ない。おっと返しました。竹内さん、何でもできるだけにね。そうですね、これはもう息をつく暇がありません。さあスミスから今度はキッドだ。さあ今日はどういう合体プレーを見せてくれるのか。さあどうだ、今度はおっとキッドがトップロープいきますね。トップロープだ、雪崩式だ、ブレンバスター、トップロープだ、これが豪華。
ッタもちょっとバランスを崩したぞ。これは危ない。脳天を打ったぞ。これはどうだ。キッドのダメージの方が大きいか。しかしおっとクロファットの方も伸びている。これはねキッドの方が受け身を取りにくいですからね。ちょっとトップロープ滑ったかもしれませんね。バオさん、そうですね、ちょっと変な落ち方をしました。いつもですと中口さんセカンドロープからなんですがトップロープでしたね。強引に持ってったんですけどね、ちょっとそれが裏目に出ましたね、はい。さあその間にスミス、そしてダグ・ファーナスであります。まずは試合が落ち着きました。トーホールドに決めておりますダグ・ファーナスです。こういう関節技も出してくるようになりました。いろいろなことができます。これがダグ・ファーナスです。キッドのちょっとダメージが心配です。今エプロンにはキッドの姿はちょっと首を振っております。青コーナーであります。ダイナマイトキッド、そしておっとクロファットの方はサソリ固めか、いやテキサスクローバーズホールド四つ葉固めであります。しかしこれは不完成であります。さあ汗が下で落ちます。これがスミスの表情です。スミスの表情、高橋さん、この外人同士の戦いでこれだけお客さんが湧くんですからね。素晴らしいですね。ましてこの試合がですね、このシリーズあと4戦見れるということはですね、本当ファンにビッグなプレゼントですね。そうですね。このキッド・スミスでありますが、キッドは来週放送の愛知大会中野とシングルマッチ、そして、デイビーボーイ・スミスはジョニー・スミスと組んでフットルースと対戦であります。なおクロファット・ファーナスは高野・高木と対戦。このカードを中心に来週の愛知県大会お送りしてまいります。さあ息のいい若者が集まっているリング上、そして全日本プロレス今度は膝十字に入りました。馬場さん、この短期間なんですけれども、まあ、初出したいなのかもしれませんね。世界タッグ戦線とは別にですね、このクラスも非常に楽勝やってますね。ニールキックだ。クロファットのニールキック。武井さん、このキッド・スミスにないこの飛び道具ってのを出していきますね。それってやっぱり蹴り技ですよね。さあこれ、しかしこれを取った。ニークラッシャー、ひざくらき。スミスです。相手の攻撃をよく読んでおります、見ております。キッド・スミスであります。まあ、今竹内さんから世界タッグのお話がありましたが、馬場さんどうでしょうか、このキッド・スミスあたり。やっぱりこの勝者がね、その可能性ありますね。資格は十分にありますか。そうですか。まあ、5番勝負竹内さん、まあ、第一戦が勝った方が有利なのには決まっているわけなんですけれども、いやなかなかこれ決着つかないかもしれませんね。そうですね。正面からのリアット、ダグ・ファーナス、この積極性素晴らしい。さあ今度はスミスが出てまいりました。そしてクロファットの足を取りに行きます。力だけではありません。両チームともテクニックがあります。さあ釣り天井に行くか、ドメロスペシャルに行くか。お客さんの声援を確かめるようにして、そして自分の間合いを確かめるようにして、さあ右腕を取った、左腕を取った。さあこれで超ヘビー級のレスラーを何人も苦しめてきた。さあクロファットも高く高く上げた。釣り天井ロメロスペシャルであります。見事な人間今日描いております。弓の字になりました。見事な攻防であります。さあスタミナ的にはどうでしょうか。どちらが優勢か、一進一退の攻防と申し上げてよろしいでしょう。さあもう一回ドロップキックの連発。馬場さん、こういうものはどうでしょうか。2回でも3回でも出してってもいいわけでしょ。そうですね、まあ、一発じゃね、ちょっと効きませんね。あ、なるほど。馬場さんどうでしょうか、このダグ・ファーナス、ドロップキックという武器もありますが、この怪力をもっと生かすにはどうしていったらいいですか。ね、もっとやっぱり大きな技をね、叩きつける技が必要ですね。叩きつける技、ははなるほど。その他この課題ってのは、このファーナスあるいはクロファットに見つけられますか。いや課題はそれはいっぱいありますよ、いっぱいありますけどね、もうこれ以上その、はい、体重が増えてもね、動き悪くなります。第二日からやはりかなり成長していると見てよろしいですか。そうですね、ですからね、日本の選手、日本人選手の技なんかもよく勉強してますよね。なるほど。そういう点でね、非常に勉強してるんですよ、彼らはね。よく人の試合見ているようです ね、 ね、練習もね、よく見てますよ、はい、あ、練習から見てるんですか、ははよく竹内さん、この外人勢がこのリング上を占拠してね、あっと、ジャーマンだ、ジャーマンだ、ダニー・クラファットのジャーマン、早い仕掛けでしたね。してお、しかしキッドも竹内さん、蘇ったようですね。さあ今度は十字架固め、スミス、足でことをやる、カウント2で返した。さあ15分経過、ここからはテクニックの応酬になるか、大技の応酬になるか。さあ膝十字にもう一回、アキレス腱固めに入りました、
スミスではあります、いやダニー・クロバットであります。それをキミス、キッドがカットしております。さあ早いつなぎになりました両チームです。キッドと再びダグ・ファーナスがやり合います。さあちょっとおっと体を入れ替えましたキッド。さあまた高速のラリアットか。さあおっとこの逆にいいラリアット、逆にラリアットであります。ダグ・ファーナスフロントスラペックス早いカウント2。影さんキッドのブレンバースターと今のフロントスープレックス、ダグバランスどっちが速かったですか。落ち着きが速いですね。こちらも速いですね。今の方が受け身取りにくいんですよね。あフロントですもんね。なるほど。さあ今度はダグファーナスがそのまま投げ技を打ってそのまま追いかぶさる。カウント2であります。なかなか両選手とも両チームとも維持、カウント3を奪うまでには至っておりません。さあ今度はダグファーナスが何を狙っている。セカンドロープに今足がかかった。そしてトップロープだ。さあ人間爆弾か。さあダイビングボディープレス、距離は十分にある。あっとスミス返しました。カウント2です。こうなりますとさっき馬場さんのお話、叩きつける技というものがどれだけ出るか、そういう展開になってくるか。ダブルのショルダータックル、合体殺法。ダグ・ファーナスとそしてダニー・クラファット合体殺法を出してまいりました。武井さん、やはり合体殺法になりますとちょっとキッド・スミスとかインパクトありますかね。これは上でしょうね。さあ WWF ニューヨークの元チャンピオン、あーしかしこれは見ていた、距離を取ってのヘッドバットよくかわした。武井さん、このキッド何かと同情が、ね、多かったんですが、はい、どうでしょう馬場さん、この試合を見て、鎌田冬樹フットルースあたりもこううずうずしてるんじゃないですかね。そうですね、この、ね、瞬発力、ね、こういうのが日本人に欲しいんですよね。なるほどね。さあその瞬発力を生かすリープフロッグまたいだ、地に伏せた、ドロップキックあるぞ、余裕を持ってここで打った、バク宙ドロップキック、名人技であります。空飛ぶヘラクレス、空飛ぶ怪力世界一、今度はリフトアップだ、先に上げましたね。スミスのオカボを奪った、あのゴディも上げた、ハンセンも上げた、天竜も上げた、そのリフトアップ今ダウンであります。トンボを切りました、タックルだ、おっと今度は逆にスミスがボディリフトを返した、そしてこれをダウンします。竹内さん、ここからのおっと、このトンボを切った、またに意地ですね。そうですね、同じことをやっています、意地が交錯しております。そしてこれタッチ、しかし本当素晴らしい試合ですね。素晴らしい試合ですね。アナウンスがいらないかもしれません。さあ今度は腕を取ってテクニックに持っていきます。ダイナマイトキットであります。まあ、この3月4月とこっちの治療、それからまあ母国イギリスに帰りまして、十分に充電をしてまいりました。ダイナマイトキットであります。そしてスミスの方は風格が出てまいりました。馬場さん、今北原選手がカナダで修行、このキッドに今世話になってるんですか。そうですね、この人たちと同じテアトリーで働いてます。あー、そうですか。リストドラップです、キッド。北原からは連絡ありますか。はい、まあ元気でやってる。あー、そうですか。あはー、このキッドとも戦いたい、このように北原はカナダに飛び立ったわけでありますが、さあそのキッドのミサイルキックであります。カナダのカルガリーから飛来しました、このキッド・スミスであります。北原も頑張っている、そういう馬場さんの話です。さあ今度はスミスに受け継がれました、キッドからスミスであります。風格が出てまいりましたスミス。この竹内さん、ロックンロールとも確かカンサスで、キッド・スミスは30分の大激闘もやりました。やりましたね。まあ、この辺タッグマッチ、横一戦、まあ、この三冠統一戦と同じく本当に感が経過しましたが、両チーム意識し合ってますか。ね、もちろんね。ただ今のところこの2人はもう本当に力比べだけですね、意識してるのはね。あ、そうですね、スミスとそれからダグ・ファーナスであります。ショルダータックル一歩も引きません。なかなか高橋さんタッチしようとしないですね。そうですね、どっちかね、自分が優位に立ったらタッチしたいと思ってるんですよね。なるほどね、その辺はレッサー心理かもしれません。おっと今のスミスのタッチは馬場さん、まあ、諦めたんでしょう。諦めたんですか、うん、そうですか。こっちもタッチしましたね。あ、そうですね、これでお相手ということになりました。楽しいプロレスです、そして激しいプロレスです。全日本プロレスのリング上、さあ今度はスピードのスリリングな戦い、エルボー、ダニークラマットのエルボー、弾丸寺の面目役所、さあ飛ぶのを狙っている、飛ぶか飛ぶか、さあ、あーっと飛んでプランチャー、
竹内さん、力だけではない、それからスピードだけではない、あらゆるものが凝縮されています。さあ高速ブレンバサラ、もうファンは知っています、ファンは知っています。切り返しましたね、切り返していきました。あーダニー・クラマットを投げ切りました、キッド。さあ今度はリング上だ。さあキッドのものすごいダッシュをつけてのラリアット。高橋さん、表情だけでなくなんかパワーアップもしたようですね。しかしですね、今のラリアットにしてまずカミソリのようなラリアットですよね。そうですね、馬場さん、それから見るんですが、体はそれほどみんなヘビー級、超ヘビー級ほど大きくない、しかし大きく見えますね。そうですね、やっぱりね、彼らが その大きな人たちと 対戦してきたわけですからね、はい、それに対抗してですね、互角の勝負をしてきたわけですからね。そうですよね、ニューヨークで本当にもうトリプルヘッダー、つまり1日に3試合もこなす、そういう激しい戦いをしてきましたキッド・スミス。もちろん超ヘビー級とも試合をしてまいりました、そういう下地があります。さあしかし身は軽いんです。そのままスミス持ち上げた、しかしトンボを切った、そのままサイドキック、ダニー・クロファットであります。そしておーっとボンキーフリップをスクッとだったスミス、テクニックでも互角であります。大喜びの後楽園ホール、超満員のお客様。馬場さん、キッド・スミス、ブリティッシュ・ブルドッグス対、マレンコ兄弟の試合の時にもこんなような意地の試合だったんですよね。そうですね、ですけど、マレンコはちょっと小さかったですからね、